ともかく言葉でね、はい、あのどんなことを言っていたとかそういうんじゃないんですけど、はい、うん、僕はあの、まあ、ジャニーさんとはずっと生活も共にしてきたんで、はい、うん、言葉で言うともうかなりいろんな言葉があるんで、はい、よりもその作り方のジャニーさんのやってるもののね、はいはい、僕らがその若かった時によくぶつかったところが、はい、あの若いと常にそのリアリズムを求めがちというかそれに行きがちで、はい、すごくそこの物語の中にある例えば時代背景とか場所であったりとか、うん、まあ、あの登場人物の年代であったりとかそういうことの信憑性にすごくこだわりすぎてたって、うん、そういうことを全くこだわらなかったのがやっぱりジャニーさんで、うん、やっぱ大切なところっていうのはそこに焦点がないっていうことがすごく、うん、言葉っていうよりも常にそうやって作られてたんだなって、だから手法が面白いんだな、だからあの時代いつまでたってもだからなんだろうな、あの古めいていかないっていうんですかね、うん、そこに新しい、そこに何があの時代的な流行であったりとかね、はい、うん、その時代背景にある流行にこびていかないっていうか、うん、よくジャニーさんはあの流行は僕が作る方だからってよく言ってた、あんまり流行乗るんじゃなくて、だから、はい、だから何でしょうね、いつもその古くないし、はい、うん、極端に、ね、新しいわけでもないっていう、はい、なんとなく不動なものっていうんですかね、うん、うん、ジャニーさんはの姿勢を見て学ばれたことっていうか生活の中でそうだったんだなと思ってね、はい、あの年取ってから僕も分かったところがあって、僕はどっちかというとリアリティを求めてやっていっちゃった方なので、なるほど、うん、まあ歌ったり踊ったりとか、まあ、あとは飛び跳ねたりしてましたけど、それはあのジャニーさんの好みに合わせて言われてやってたっていうのがあるんですけど、はい、どちらかというとだあの、まあ、20歳も人間20歳も過ぎてくるとね、はい、あの自然にやっぱり精神的にも大人になっていくじゃない。でその時になんかこう、まあ、物語やミュージカルって言っても、ね、とにかく物語台本があってストーリーってものがあったりとかすると、うん、どうしてもねそういう深みをちょっと出したいとかね、うん、若い時でありがちだね、若い時の方がね、うん、いぶし銀になりたかったりとかするようなもので、うんうん、でも今考えてみたらそうじゃない、随分ぶつかりましたけどそうじゃないなってことを分からせてくれたのかなと思って、うん、作るようになってから分かったことですね、うん、だからそういうのも本人に残したかった、うん、そういうこともちょっとあの中で触れてるとは思うんですけど、うん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 、こういうあのなんていうんですかね、こういう仕事を与えてくれたのも、まあ、ジャニーさんが振ってくれたから、うんうん、演出するきっかけにもなったんですけど、うん、プレゾンっていうのは、はい、あの割と若い時にやってたけど、僕の中では、はい、デビュー前の10代の時からずっとジャニーさんと一緒にショーを作って、はい、まだ持ち歌がなかった頃ね、はい、それこそ洋楽をやっていたりとか、はい、うん、あのソウルフルな曲であったりとか、うん、時としてジャズであったりとか、うんうん、ローリングストーンズまでやりましたけど、うんうん、だけどそうね、だから割と僕の中でその、うん、デビューしてからデビュー後のプレゾンは23年間続いたんですけど、はい、まあ、あれが一種のねジャニー喜多川のプロパガンダといっても、うん、あの過言ではないような、それがあの根幹ね、あの作り方が多分根幹であったんだと思いますけど、うん、かなり僕としてはもう成人もしてたし、うんうん、あの一緒になんかものづくりをしてった、あのだいぶ高貴な気がするんですよ、もう20歳超えてくるとね、うんうん、その前の子供の頃っていうのがね、よくニューヨークとかあの10代の頃が連れてもらったりとかした時の方がなんか、うん、波乱に満ちてたっていうか、うんうん、あの特に思ったのが、うん、もちろん稽古場でもそうですけど、稽古場でも変わっていくけど、本番始まっても変わっていくんですよね、うん、はい、であの客席に座って見てるとかまずなくて、はい、まあ、これはもうこれぐらいは皆さん知ってると思うんですけど、舞台の、 あの上袖下袖っていうのがあって、舞台のサイドですよね、うん、袖真っ赤なんか入ったとスタンバイしてるところなんですけど、うん、そこに大体いつもいて、そこからまた口当てがあったりとか、うん、そして、ね、あのちょっとセリフが変わったりとか、うん、演劇界で言うとね、芝居、まあ、僕もあの普通にあの東方の舞台とかそういうちょっとスクエアな舞台に出たりとかもしたことはあるんですけど、それを考えるとその あまりにも演出家参加型の舞台ってこんなのあんのかなと思って、うん、だいたい演出家っていうと、ね、印象がだから演出席っていう真ん中にね
なんかテーブル置いてあって真ん中にあの椅子が置いてあったら手を必要以上にポンポン叩きながらやってみたいな感じですけど、うんうん、でもそういうんじゃないんだって、うん、参加してるな、うん、そうですね、まあ有名な話です。みんな出てる人たちはあのその当時ね、うん、あの気持ちは分かっていただけると思うんですよ、うん、仕事から出なきゃいけないけどギリギリまで噛みてる同じ気持ちだと思いますよ、うん、である時だからそのちょっとトラブルが起こってね、うん、舞台上にあってはならないっていうちょっと上からあの水かなんか落としたりとかいろんなやんちゃやってましたけど、うん、それでちょっと舞台上に飛び散ってしまった時はその次の踊りのナンバーっていうかちょっと動かなきゃいけないナンバーの時にね、うん、慌ててだからあの素手でいろんなあの劇団の子たちに、うん、あのウエスを配って早くそれ拭いて拭いて、うん、あの踊りながらな、うん、あの ごまかして踊りなんとか踊り踊ってるようなごまかしながら拭いてこないか、うん、拭いてこないかっていう話になってね、うん、その衣装に全部つけてもいいから全部あの次に錦織が登場の時に滑っちゃいけないからってそれ一生懸命やってるんですよね、うん、前でね、うんうん、それでも本当それ配ってるのあのウエスを塚さんの衣装に配ってその背中見た時に、うん、ものすごくあの僕の中でジャニーさんに似てたんですよ、あ若い時にね、はい、うん、あのやっぱちょっとでも音が悪かったりとか僕たち、うん、あの音程が取れてない例えば舞台と、うん、あの舞台中の音と、うん、あの客席の音っていうのは実は違いますから、うん、あのバランスがね、はい、ちょっとなんだろうな半音ピッチとかちょっとずれちゃう場合もあるんですよね、はい、そうすると慌ててジャニーさん袖に飛んできたりとか、はい、あの若い頃どんどん してたからあ、うん、あの時も本番やりながらですから、あ客席立ち位置悪ければあの客席の後ろで、うん、まあ、僕らなんかもその時まだ目が良かったから、うん、ジャニーさんどこに立ってるかでも島の後ろに立っても若いけどブロック臭いみたいにもうちょっとこっち寄れとか寄りすぎとかいろんなことやりながらこう僕らもそこにスリエットを見ながらですよね。すごいですね。そう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 いうの似てたんですよ。あ、お二人がちょっと重なるところが。そうですね。うん、あのね、演出家として大切にしてることって何かって言ったら、はい、まあ、漠然と過ぎちゃったんですよ。はい、僕の場合演出家とでやってたからこう演出論って書きましたけど、はい、あの実は演出やらせてもらったから芝居が分かったみたいな、あの役立つとしてどう言ったらいいかとか、うん、やっぱ反対側にいると見えるんですよね。あ、うん。こういう役者だときっといいんだろうなって。あ、うん、こういう感じでいればいいな、制作泣かせじゃないアーティストだなとかね、そういうのも分かってくるし、役者の頃ね、まあ、今も役者やってますけど、はい、役者だけやってる時っていうのがあの飲みに行きゃね、多少演出家の悪口になったりとかね、そういうことね、あそこなんであれそんなかなみたいなことを言ってみたりしてましたけど、演出家になってみたらやっぱそれで、ああそうか、こういうふうにやられてたんだけどって、まあまあその希望を通すのにはほとんど、まあ、遠い道なんだなっていうのも分かりましたよね。いろんな小事情がありながらそうなってたのが、はい、うん、すごく分かるようになったっていうのがあります。だから両方やらせてもらったんで、あ、なるほど、うん、だこれ演出論っていうのは割とこう書いてあるけど、僕名通してなんだ、まあ、表現の最初表現論にしようかっていうね、日系の人と話してて、表現論にするか演出論にっていうのはちょっと戦ったりしたいんですけど、はい、だから演出やってるからこの演出論ってなってるのかわかんないけど、どっか演技論のようなところもあると思うんだよね。やっぱそのそっち側しに寄ったかなとか自分で思っちゃってね、はい、うん、そうね、出る立場であったから、はい、基本的にはだから僕演出してても基本的に自分だったらで考えるんですよね。自分がその例えば登場人物その役どころを脚本いただいたら、俺どう初日立ち稽古どれだったらどういったかっていう、どう考えがち、だからあんまり僕は演出席座ってると僕はあんまりアイデアが出てこなくて、うん、ここはこうやってほしい、やってほしいみたいなことってなんか真ん中で見ててなんだっつってやってるとあんまり浮かばないんで、その今日じゃあちょっと登場人物のちょっと主役じゃないけどちょっとこっちの助演的な人のところからちょっとや俺だったらどうかってちょっと考えてみようかなとかってちょっと言ってみて、あないとか、そういう作り方をしてしまうので、うん、うん、まあ、もちろん塚さんいつも隣にいるんですけど、はい、それで真似するんですけど、うん、ただそういう演出だと、うん、だからやっぱり名だたる演出家というか、うん、そういう人っていうのは座ってない人が多い気がしてね、僕びっくりしたのがあの石井裕子先生も座ってないで一度自分でこう来てね、あの舞台側に出てきてその稽古してても割と出てきてこう指導してくれたりとか、うん、その中に舞台上の中にいるんですよ、うん。